日本の上野でございます。本日は、ご多忙のところ、新型メルセデスマイバッハ S クラスの発表会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。また、日頃は弊社、広報活動にご理解ご協力を賜り、この場をお借りしてお礼申し上げます。本日、発表させていただくメルセデスマイバッハ S クラスについて、まずは、ブランドのバックグラウンドから、ご紹介をさせていただきます。メルセデスマイバッハはメルセデスベンツブランドの傘の下で究極のハイパフォーマンスを追求するメルセデス AMG と並び、究極のエクスクルーシブ性を追求する威厳と風格を備えたブランドとして、位置しております。マイバッハの創業者ウィルヘルム・マイバッハはダイムラー社のエンジニアとして革新的なアイデアを数多く世の中に送り出してきました。その後、ダイムラー社を退職し、1909年に自らの会社マイバッハ・モトレンバウ・ゲンベーハーを設立いたしました。マイバッハを語る上で欠かすことのできないエピソードとして飛行船ゼッペリン号へのエンジン供給が挙げられます。ウィルヘルムの息子カール・マイバッハが設計いたしましたエンジンは直列6気筒のレイアウトで、整備性が非常に高く、飛行中でも修理調整することが、可能であったと聞いております。その後、信頼性の高さが評価され、鉄道や船舶にもマイバッハのエンジンは採用されていきました。1929年に登場いたしましたタイプ12は150馬力を発生する排気量7リッターの V 型12気筒エンジンを初めて採用いたしました。マイバッハはこれを企業のトップや高級官僚のプレミアムクラスの自動車として販売をいたしました。 V12 エンジンはその後登場するツェッペレン DS7 などにも採用され、マイバッハを象徴するエンジンとなりました。第二次世界大戦を経て、マイバッハは販路を航空機や船舶の分野に伸ばしていきました。そして2002年に当時のダイムラー・クライスラー社はお客様からの S クラスを超えるより個性あるプレミアムカーをというご要望に応えるべく、マイバッハブランドを復活し、マイバッハ57やマイバッハ62を発表させていただきました。それではメルセデス・マイバッハ S クラスについてご紹介をさせていただきたいと思います。メルセデス・マイバッハ S クラスは S クラスのロングモデルよりさらに20センチ長いオイルベースを備え、しかもその延長分をすべて航跡乗員の快適性向上のために充てることで、ゆったりとそして余裕のある航跡の空間を実現をいたしました。シートは左右ともにオットマンを備え、 43.5 度までリクライニングが可能なエグゼクティブシートを採用しております。また優れたエアロダイナミクスにより風切り音の低減と鉱石を大きく囲む遮音材、特殊なシーリング技術などにより量産車として世界最高の鉱石の静粛性を実現できました。またホットストーン式リラクゼーション機能を含む6種類のマッサージプログラム、左右のフロントシート背面には10インチ大画面モニターとワイヤレスヘッドホンによる移動中でも映画やテレビ番組などを楽しめるリアエンターテインメントシステム、アームレストなどに、など手に触れる部分を快適な温度に温める各種ヒーター、そして冷たい飲み物は保冷し、温かい飲み物は保温する、温冷切り替え機能を備えたドリンクホルダー、高級素材をクラフトマンシップで丹念に、仕上げたインテリアがその快適性をさらに、高めます。メルセデス・マイバッハ S クラスはステレオマルチパーパスカメラとミリ波レーダーセンサーによる車の全方位にわたる精度の高い視野と、そこから得られた情報をもとにさまざまな状況に的確に反応する高度な知能を備えていますが、これにコネクティビティ、つながる技術をさらに搭載いたしました。例えば世界中のどこにいても
お持ちのスマートフォンの操作一つでロック・アンロックをする機能や24時間のコンシェルジュサービスなど便利な機能が数多く搭載されることになりました。また S560 にはドアが開けられないような狭い場所に駐車する際に車外からご自身のスマートフォンによる遠隔操作まで自動駐車を実現するリモートパーキングアシストをご利用いただくことができます。ドライバーのアクセル、ブレーキ、ステアリング操作をサポートし部分自動運転を実現する最新のレーダーセーフティーパッケージが標準で装備されております。また前方路面の凹凸を検知し車の姿勢を常にフラットな状態に保つマジックボディコントロール、オフィスや書斎にいる時と同様に車内で文字を書くことができるほどの快適な乗り心地を実現いたしました。そしてリアシートの安全性においてももちろん抜かりはございません。万一の衝突の際にはシートベルトを通常時の3倍程度膨張させて肩や胸にかかる衝撃を軽減する SRS ベルトバッグ、リクライニング状態でシートベルトの下から体が滑り出すいわゆるサブマリン現象を防ぐ座面下のクッションエアバッグが乗員を最大限に保護してくれます。伝統と革新を体現するメルセデス・マイバッハ S クラスのラインナップはこちらの3モデルとなっております。新型の V 型8気筒ツインターボエンジンを搭載するメルセデス・マイバッハ S560 には右ハンドル仕様の後輪駆動モデル、左ハンドル仕様の、フォーマチックモデル、そして新しい V 型12気筒ツインターボエンジンがもたらす極めて滑らかで静粛性の高い乗り心地のメルセデス・マイバッハ S650 でございます。メルセデス・マイバッハ S560、フォーマチックは今月より、納車が可能でございます。そしてその他の2モデルは12月頃の納車を今予定をしております。メルセデス・マイバッハブランドには他にもいろいろなモデルがございますのでここでご紹介させていただきたいと思います。メルセデス・マイバッハ S600 プルマンは全長 6.5 メートルまで飛ばし後席を対面4座仕様としたモデルでございます。昨年9月に完全受注生産モデルとして発表をさせていただきました。そして本年1月にはメルセデス AMG S65 カブリオレをベースにクラシカルなデザインと専用装備を取り入れた世界で300台、日本では4台の限定モデルメルセデス・マイバッハ S650 カブリオレを発表させていただきました。メルセデス・マイバッハの世界観を体現したモデルでございます。そして本年3月のジュネーブショーではメルセデス・マイバッハ G650 ランドレというブランド初の SUV モデルが登場をいたしました。ランドレーの名の通り後席部分のみオープンになりアクロでもオープンエアドライブを楽しむことができます。そしてこちらは昨年の8月にペブルビーチで開催されたクラシックカーの祭典コンクールドエレガンスで発表されたビジョンメルセデス・マイバッハ6でございます。これは2シータクーペで全長 5.7 メーターと堂々としたボディに各ホイールを電動モーターで駆動するという伝統と最先端技術を融合させた電気自動車のコンセプトカーでございます。また本年のコンクールドエレガンスでもビジョンメルセデス・マイバッハ6カブリオレが発表させていただきました。さらにラグジュアリーなを追求いたしましたモデルとして多くのお客様から魅了をいただきました。メルセデス・マイバッハはこれからもお客様に究極のラグジュアリーをお届けしてまいります。最後にもう一つご案内がございます。今月26日に E クラスの4番目のボディタイプでありメルセデス初のクロスオーバーモデル E クラスオールテレインを発表させていただきます。本日お越しいただきました皆様に先行して ご覧いただけるよう参考展示をしております。後ほど、ご内覧をいただければと思います。私からは以上となります。ご清聴ありがとうございました。
よりフォトセッションの時間とさせていただきます。準備を行いますので。